こんばんは皆さん、カッキーです。ご覧ください。夜になりましたよっと。さて、ということなんで、夜のグランドで待っている、ま、ボタン。いや、ま、カシオペアないしスター団のマジボスが待ち構えていますので、勝ち込みに行きましょうか。とりあえずまた新しく授業受けれるようになってるからさ。さっくりマジボス説得してよ。授業受けに行こうぜ。グランド、グランド、グランド。カッキー。来てくれたか。ボタン！っていうことはまさか、お前が？驚愕しただろ。私こそがマジボス、そしてカシオペアの正体だ。学校前で下っ端を倒したあなたの強さを見て、スターダスト大作戦を思いついたのだ。私の力さえあれば LP など湯水のことクリアする。やっぱりハッキングもしょったわけやな、お前。補給班としてずっと動向を見張っていたぞ。あとは私を打ち負かせばスター団は完璧に終わる。だが同時にスター団を終わらせたくない気持ちもある。やすやすと負けるわけにはいかない。最後の勝負。準備はできているか。ちょっと待ってって選んでみるわ。わかった。準備をして出ますことだ。あ、追い出されんねや、グランドから。ごめんごめん、ちょもう一回行くわ。できてるよ。さっさと始めようぜ。授業受けたいからよ。お、ネルケ、すまない、待たせたな。タイム先生の反省文が、いや、準備に手間取ってな。もしかしてその声ネルケが？ボタ。やはり、いや、あんたが、カシオペアだったのか。ああ、そうだ、ネルケにも一仕事頼もうか。これから起こることを動画で撮影してもらうぞ。勝敗を全団員に通達するからな。ああ、わかった。いや、なおさら負けるわけにはいかんな。改めて名乗っておこうか。私がスター団、マジボス、カシオペア。ではなく、ボタン！マジボスの力の前に、神戸を垂れてひれ伏すがいい！かわいい。あ、こいつ何を使ってくる？スター団のボタンが勝負を仕掛けてきた。さあ、先手は？ブラッキー？あ？お前まさかとは思うけどさ、イーブイのカバンしょっとるから、勝負するのは手を抜けない。それがスター団の規定。全部 EV シリーズってわけじゃないよな。EV シリーズの可能性。でも、なきにしてもあらずやな、これ。悪タイプ？悪タイプなんやろ。BGM かっけえな、お前。一旦動画だね、帰るわ。クソかっけえ BGM、マジで。スター団関連の BGM 全部いいな。じゃあ、じゃれつかせていただきます。なあ、お前のが早いか。それ何？こいつ避けられる。よいしょ。うわあ、マジか。そんなに減らないか。まあ、2段階避けられてるよ。ネルケめっちゃ動画撮ってるわ。ああ、耐える。くっそ。じゃれつく、じゃれつくな。まあ、とりあえず、確実に落とそう。ラストアカン。うい。ルースだ、炎か。じゃあ、一丁この大将行ってみようか。お前、ロックマンの代わり。務まるかどうかを俺試させてもらうわ。チャリタスの力がなくともお前は単独で動けるか。あー、めっちゃ下げてくるね。あんた半分はいけるやろ。あ、結構食らうわ。レアドライブ。お前それハンドでくたばるんちゃうか。大丈夫かルースター。おい、あ、マジか、くたばらんか。よいしょ。サンダース雷か。雷か、雷か、雷の、あ、雷に対して意外と打点が。あ、ムヘトの地震でいっか。まあそうか、お前らもいじめられとったもんな。だからスター団結成した。ただ結成したスター団が良くない方向に向かってる。もうごちゃごちゃめんどくせえことはもう捨ててよ。もうみんなで学校行こうな。お前らが勉強遅れた分はよ、俺が教えたるわ。俺も頭悪いけど、シャワーズか。水タイプな。何で行こう。ああ、山でやろう。だからもうこんなんさっさと終わらせよ。ああ、今動画見てるスター団連中もな、学校行く身支度整えとけよ。もうすぐ期末テストやからね。ドロフォン。入るよな。おお、これで一発で落としてくれれば。なあ。ドロポン、こんだけ、まあ食らうよな、そりゃ。シャワーズのドロポンは。
今から光の壁張って耐えられるか。いやだったら大将に変える。大将に変えて一丁上がりかなんかで落としてくれればそれでいい。それでいいがいけるか。2発ぐらいは耐えてくれるだろお前ドロボン。お前の見た目からして耐久バカ高そうだしな。ウィークワンチャン外れる。よし外れるよね。このでかいツータに当てられないとお前耐えるやろ。あーオッケーオッケーオッケー。さあ一丁上がりよう。ウィー寿司が並んでるわ。お前もなかなか当ててるなドロボン。痛いね残念。お上がりよ。グレイシアとかか。リーフィア、リーフィアか。でもなんまリーフィアならば満を持して全部出す。いこうか。お前マジでイーブイ大好きやねんな。それからお前の優しさ伝われよ。ああお前のが早い。イーブイ素早いね。全部出すもなかなか素早いと思うんやけどな。ウェイニーフィア、ニーフィアか。グレイシアじゃなかったんか。ニンフィア、ニンフィアってエスパやったっけ、フェアリーやったっけ、わかんねえ。おいよ、申し分ない強さだな。ボスたちがやられるわけだ。まあテラッサルしてくるよね。でなんか斬新やな。悪の組織ってわけじゃないけど、悪の組織枠の最後のボスが EV シリーズ使ってくるっていうのは。これもデカハンマーで終わるよね。はい、星々のようにテラッサルなりたい自分に変身しろ。かっこいい、かわいいなボタン。無理にキャラ作ってる感じがあって。今解放しとるわ。別にスター弾がなくなってもさ、またみんなで学校来ればいいやん。絆なくならんやろスター弾はなくなっても。だから学校に戻ってこいよお前ら。授業は楽しいぞ。ウィーレベル70になった。これで終わり。1万5000もらっていいの。こんなに歌教員アブドゥルイギー終わったよ。これで終わりにしよう。終わりってスター団解散って、それさマジで言ってんの。スター大作戦のせいちょっとやりすぎた。まあド派手にやったからな。校庭にいじめっ子ども集めてさ。でも私たち結局喧嘩も何もしてないよ。あそうなんや。あのクソデカ車で出てきただけなんや。それビビるよな。こちらはいじめをやめねば断固戦うと決意を述べたのみ、無血の勝利でありましたな。俺たちの格好にビビったのか、あいつらポケモン勝負もせずに泣きながら謝ってるだけだったもん。でもあの後いじめっ子たちみんな大騒ぎして逃げちゃって問題が大きくなりすぎた。うちらもただじゃ済まないよ。確かにまずいかもね。うちがなんとかする。おい、何言ってんだ。スター団始めたのはうち。みんなを巻き込んだのもうち。だから、うちがけじめつける。マジボス殿。いじめなくなったんだし、みんなは学校行って。てめえはどうすんだ。うちは学校行けないんだ。なんでよ。もう引っこもる必要ないっしょ。みんなにありがとうしか言えない。リアルで会ったことないのに優しくしてくれて。ちょっとマジボスちゃん、言い方お別れっぽいよ。やることあるから。何をおっしゃってるでござるか。ちょっとマジボスってば。バイバイ、ありがとう。それでガラルに一旦行くんかお前。ありがとうカッキー、メルケ。それでもなおスター団のみんなはお前待ってたんやな。確かに見届けだぜ。これでうちもスター団もは待ってくだ。来れないか。改めて確認したいことがある。確認？マジボスであるあんたがなぜスターダスト大作戦を企てた。解散しようと言ったのに誰も団やめないから。すまつやな。マジボスが命令しても、お願いはしても命令はしない。そういう団の掟だし。掟。ボスたちも掟を大事にしていた。だから掟使って団を解散させようと思った。掟で決められた理由ならみんなスター団を辞めると。そう。掟に乗っ取って戦わなきゃダメだった。それでスターダスト大作戦。
芭蕉部屋、最後にトス聞かせてくれ。あんたにとってスター団、団の仲間たちはどういう存在なんだ？大事な宝物だよ。うるっときたわ。よろしい、よくわかりました、ボタンさん。は？私からボタンさんにお話ししたいことがあるのです。え、喋り方どうした？急に怖っ。そうですね、まずは正体を明かしましょう。はっ龍が如くばりの早着替え。校長？カシオペアがボタンさんならば、ネルキはクラベルだったのです。いや、なんで？スター団の皆さんときちんとお話しするためです。教師と生徒、まして校長が相手では皆さんの本音が聞けないと思ったからです。だからって、演奏までする？ズラのチョイスも意味あるからプレイヤーのみんなの気持ちを代弁してくれたら。古本、そろそろいいでしょうか。皆さん、いらしてください。皆さん、もしかして。お前ら、久しぶりだな、ラジボス。ピーちゃん、でもこれ初対面よな。久しぶりってか、初めましてだろ。本当の名前も今知ったしさ。優しい顔やな、メロちゃん。初めて見る町星の子孫顔、誠に眼福でござるな。お前もその可愛い顔見せろって。シューメ、本名ボタンだっけ。元気してたな。お前嘘嘘しそうなんか。オル君、やっと会えたね。すっごく心配してたんだよ。言わねえ、みんな。じゃあ、せーので。何？あ、お疲れ様でした。ちょっとバラバラなんよな。おい、なんやこれ。お前、友達持ったやないか。お前、さてボタンさん、そしてボスの皆さん、アカデミーを代表し、スター団に申し上げます。本当に、申し訳ございませんでした。え？アカデミー校長クラベル、一生の不覚です。ああ、でもそれは一年前のクソ教頭がやったこと、まあ責任でもあるよな、大人の。スター団結成の理由、活躍はボスの皆さんに聞きました。私が赴任してから見ていた、いじめのないアカデミーの姿は、あなた方の悲しみと怒り、勇気が勝ち取っていたということを結論から言います。スター団への解散要望およびボスの皆さんへの退学勧告は直ちに撤回いたします。つまりそれってさ。ええ、スター団の解散はもはや必要ありません。やった、ボタンちゃん、これからはみんな一緒だよ。教育至極でござる。ちょっと泣きそう。でもうちみんな裏切って。スターダスト大作戦のこと、クラブル校長から聞いて。団にこだわって退学そうな僕らを心配しての行動だろ。普通に解散って言われても、はいそうですかって俺じゃねえし。我ら思うボタン殿の心中察するにあまりよる。心配させごめんね。私たち、もう大丈夫。だとしても先ほど申し上げたように、スターダへの解散要望は取り下げます。ただし、スター団の皆さんが行った長い無断欠席、制服の改造、アカデミー備品の勝手な持ち出し、ライドポケモンの改造および暴走などなどなど、学則違反はもろもろ見過ごせません。まあそれはその通りや。故に処分として奉仕活動してもらいます。奉仕活動？ゴミ拾いですか。はい、スター団の皆さんには STC の運営をお願いします。 ST 何の略？S はスター、T はトレーニング、C はセンターを意味します。スタートレーニングセンター。スタートレーニングセンター。アカデミーとポケモンリーグで申請するトレーナーを育成するための施設です。これはカッキーさんがアジトに勝ち込んでるのを見てひらめきました。スター団の戦法やアジトはユニークかつ独創的。ですので、アジトはトレーニング施設として、スター団は STC スタッフとして活動を継続していただきます。以上、問題はございますか？トレーナー育成施設ってことだ。
いや、楽しそうだし、なんかウィンウィンっぽいけど。俺たちが言うのも変だけどさ、ボタンも一緒にやろう。さよう、ボタン殿も、ボタン殿も共に。学校も一緒に通おう。何があっても私たちが守るよ。スターダーも学校も両立できたらいいなって、僕らで話してたんだ。ダメか？みんな。アッキー、どう思う？そこで俺に振るんか、お前。頑張れよ。え？でも、でも、でも、今決めなくても大丈夫ですよ。ゆっくり考えてください。ひとまず解散しましょうか。団ではなく、この場を。アッキーさん、後ほど校長室まで来ていただけますか？いや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 、マルク収まってよかったよ、ほんとに。普通に感動した。え？ポケットモンスターやりやんけ、お前。校長室か。すげえ医務室行きたいねんけど。あと、まあ、とりあえずイベント忘れるか。うん、校長室。いや、やったな、ネルケ。一件落着。ガッキーさん、いらっしゃいましたか？スターダンの一件に関して、お礼を伝えたくてお呼びしました。あなたがいなければ、私はスターダンの皆さんに誤った処分をしてしまうとこでした。誠にありがとうございます。どなたでしょうか？ボタンです。どうぞ入ってください。お邪魔します。STC、みんなとやってみたいんですけど。それは素晴らしいですね。いいお返事ありがとうございます。でもうち、みんなより処分重くなるような気がしてて。スターダスト大作戦を指揮していたからですか？いや、違くて。うち完璧悪いこともしてて。ハッキングとかな。LP 持ち出したりとかな。LP 管理システムハッキングして、ちょっと不正発行してて。ああ、なんということよ。ちゃんと犯罪やで。そもそもポケモンリーグのシステムハッキングできるとは。いや、そんなにむずくない。じゃなくてごめんなさい。お前やばいな。さすがにその件は私の範疇超えますね。せやな。ポケモンリーグのトップ、桃高さんにも相談しています。ですよね。申し訳ありませんが、カッキーさん席を外していただけますか？ボタン大丈夫かお前。まあでもそれはきっちりけじめつけんとな。どんだけこの部屋戻されんねん。意味ついてか？なあ。かまんか。流れにミスさせてしまうことになるけど。まあいっか。な、ミモザッチー。久しぶり、会いたかった。お、なんだお前この野郎。ミモリンってなんやお前。おい、ふざけんなよおい。ほら、ミモザ先生、生徒にミモリンだと呼ばれてる。本人対睨まれたぜ。非公認やないか。やめろお前、今すぐやめろ。お前大変やね、お前変なやつばっか集まって。私ね、なんと、え、おお、やったやん。よかった、おめでとう。常にあんたのこと応援してたよ俺。アッキーが宝探しでチャレンジしてるの知ったら、私も頑張んないとって思ったんだ。まあ半分以上は自分の努力のおかげだけどね。そりゃそうや。あなたの努力のたまもんや、それは。カッキー、背中押してくれてありがとう。元気の塊10個もらった。ありがとう。一つも使えんから打ってくるな。でもさ、今年度は新しい授業やる枠がないんだって。しばらくは医務室の美穂先生やってるよ。で、わかった。じゃあ来年からよろしくな。でもいつかはこの学校で教壇立つから。そん時はビシバシ保険教えてあげるよ。美穂先生の授業、楽しみしてたよね。絆が芽生えた。芽生えちまったね。芽生えただけでは終わらせないよ。世界中のごとく俺はこれ育っていくから。な。ね、でもこれでイベント終わりってこと？ミモリンとの俺のイベントはこれで終わりってこと？俺はゲームとしてプレイするうちの俺のミモリンとのストーリーはこれで終わってしまうけど、このカッキーというな、この一人のキャラクターとミモリンの関係性はこの後も、俺の知らんところでは続いていくわけやから。まあ、それがどういう形に終わっていくのか俺には分からんけど、まあ、それがより、あ、もしもし？カッキー、お、ボタン。カシオペア？いや、もう違うし。ちょっと話し合って、うちらが初めて会った学校の階段前来てほしい。待ってる。ああ、もう目の前にあるで。結局お前の処分どうなったんや。大丈夫け？お疲れ様でした。なんか懐かしいな、初めて会ったんここで。ダン作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶。ダサすぎて逆にありだよね。LP 不正発行の件、やばいことになると思ったのに、あっさり許された。それよかったよ。どうなったん？ポケモンリーグでエンジニアとして放出作業すればチャラだって。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。就職先も決まっちゃった。めっちゃええやん。校長にも桃高って人にもなんかすごく褒められたし、素晴らしい才能だとか。呼んどいてごめん。リアルで話すの苦手な。うまく言葉は出てこないし。だけどありがとうございました。ハッキーのおかげでスターダーも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ。
流星群、ありがとうな、お前。マジか。なあ、マンダよかったな、お前。お前、レベルで覚えるんかわからんけど。それと、カッキーに借り返したい。なんかあったら言って。あ、忘れとった、すや。おいおいおい、お前、行くぞ、行くぞ、今すぐ。もう身支度整えろ、お前。エリアゼロに行くぞ。カッキーが困った時は、今度はうちが助けるんで。バリバリ困ってます。じゃあね、お疲れ様でした。なるほどな。EV 軍団でエリアゼロ向かうんか。まあ、頼りになるやつが、また仲間できてよかったわ。